はい、どうもお座敷レーサーチャンネルのキットでございます。いやー、長らくお待たせしております。ちょっと忙しすぎて1週間ぐらい空けてしまいました。いやーね、ちょっとね、いろいろあったわけでございますよ。一番はですね、もう最初から言い訳だな。言い訳させていただくと、動画撮ってたんですけど、ちょっと HD-PVR2 の調子が悪くて、撮ったんですが、なんか動画の変換がうまくいかずに、こう、変な感じに映ったりとか、あと、こう、エンコードがうまくいかなくて、なんか変な感じになったりとかしてて、またね、撮り直しをしておりました。でね、また仕事の方もちょっと立て込んでしまいまして、こうなってしまったわけでございます。本当申し訳ございません。まあね、ちょっと、こんなことがね、たびたび起こるかもしれませんね、今後ね、ちょっと分かりません。なんですけど、上げれるときにバッと上げてしまおうと思いまして、今回また動画アップ、再開させていただきます。さあ、ですね、というわけで、さあっていうかね、もう、あれなんですけど、国際 A クラスでですね、このドリームカーチャンピオンシップっていうのをやっていってたんですが、ちょっとうまく取れなくて、もう一回、参戦していこうと思っております。ただね、このドリームカーチャンピオンシップ、私ね、ブガッティベイロンで出場していたんですが、どうもね、車がね、めちゃくちゃ速くて というのが、ルマンカーがすごく速いやつがあります。ジャガー XJ なんとかっていうやつだったかな、ちょっと忘れちゃったんですけど、もう1週間前の話だから。なんで、私もじゃあ本気出して、そっちがそれで来るならこっちもこれで行ってやろうと思いまして、今回はですね、マツダの 787B で出場 したいと思います。ちょっと大人げないか。まあでもまあいいか。はい。78、あ、ステルスがあるな。どっちで出よう。何が違うのかな？ 50 馬力ぐらい違うのか。どうしますかね。どっちがよろしいかな。ここは55号車の力を借りて、787B で出場していこうかなと思います。よっしゃ。いや、ほんとね、めちゃくちゃ速かったんですよね。ブガッティベロン、手も足も出なかった感じがします。まあ、1001馬力あって、ね、そこそこ、まあ、どうしてもね、車重とかの関係で負けちゃってたのかなと思います。あと、空力とかね、こいつ反則なんで、こういうやつらは。なんで、まあ、それも関係してたのかなと思います。あ、大丈夫か？なんか止まりそうなエンジンだったぞ。はい。じゃあね、早速やっていこうかなと思います。ドリームカーチャンピオンシップ。ちょっとね、このモテギとかやってたんですけどね。まあ一回、最初からですね。と、720レーシングハード。押してしまった。 第1戦。さあ、今回もですね、NO で一戦ずつ動画を撮っていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。この XJR の Q、こいつがめちゃくちゃ速かったんですよね。もう、という感じですよ、本当に。さあ、トラクションコントロール0にして、ABS もとりあえず1だけつけとこうかな。なんか ABS 今回なくてもいけそうな感じがするんですよね、ちょっと走ってて。なんで、ひょっとしたらこれでいいのかなって感じがします。まあ、ただ問題はですね、これで本当に勝てるのかっていう感じがするんですが、まあね、日本が誇るマツダ、ロードスターじゃない、なんだ、ロータリーエンジンでね、ちょっとやっちゃおうかなと思います。さあ、行きましょう。あ、トラクションコントロール来たかな、来たな。早いな、やっぱ。おい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 と、曲がんない、ま、おう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 、マジ？ ちょっと待てよ。あ、トラフィックコントロール効いてないし。あ、効いてるか。おう、マジマジマジ、すごい、滑るぞ。やばい。めちゃくちゃ速いぞ、これ。そんなに滑るのか。ちょっと待てよ、ちょっと、おーい、マジかよ。 マジかよ、めちゃくちゃ速いな。
すげえ滑る。そんなこんな早いの、これ。びっくりだな、ちょっと余裕ぶっこいててやってしまったから すんごい滑ったな。大変です、これ すごい滑る。こんな滑るんだ、この車って。知らなかった。乗り方が下手くそだだけかな この787 B についてね、ちょっと説明していこうかなと思ったけど、ちょっとそんな余裕ございませんね。めちゃくちゃ速いですね。お、なんだ、めっちゃかっこいいな、この赤いやつ。よかった、これ走り慣れてる。モテギで、モテギ、あ、危ない、あ、まあ、危ない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 、詰まる詰まる、立ち上がりで、あ、やばいな。ちょっとパスするのに手こずっちゃった。ああ、曲がんないんじゃない、これ。うわー、突っ込みすぎだな 俺のスピンしたタイヤの跡がいっぱいあるな。さあ、行くぞ。お、団子になってる。ほんとね、ベイロン乗ってる時は、何位だろう。ほんと10位ぐらいまで上がるのが精一杯だったんですよね。あれはかろうじて4位、茂木は4位取ってたんですけど、どうしてもね、やっぱ、ああ、ごめんなさい。よし、立ち上がりで。おう、おう、おう、詰まる、詰まる。あ、危ない、危ない、危ない。よしよしよし、でも慣れてきたな。走り慣れてたから、この茂木は4位だったんですけど、暴れる、暴れる。これ、めちゃくちゃ速っ。詰まりまくりだな。これはやばいですね。次のスプリン、なんだっけ、ウィロースプリングスか。あそこはちょっとやばいな。これでいくと。やばい。余裕か、これ余裕すぎるか。よいしょ。あそこはね、横 G がずっと乗ったまんまこう、ぐんぐん曲がっていっちゃうんで、結構ね、出ちゃうんですよね、ケツが。よっしゃ。おお、速い。こいつ速い。さすがな、敵ながらあっぱれ。よまくブレーキングして、ここのクリップを取る。アウトに払う。OK。この直線めっちゃ速い。さすが総合優勝しただけありますね、ルマンを。速い。この 787B という車なんですが、ルマン24時間耐久レースかな。でですね、なんと、91年かな、1991年に総合優勝を果たしております。しかもですよ、わかりますかね、レシプロエンジンではないんですよ。あ、まあ、ご存知の方は、まあ、そりゃそうだろうって感じなんですけど、もしご存知ない方のためにちょっとご説明しますと、ロータリーというエンジンを積んでおります。普通のエンジンがですね、ピストンの、まあ、上下運動って言えばいいのかな、上下、まあ、往復運動っていうのかな。で、エンジンが、回転してるわけでございます。回転というかな、動いているわけでございますが、このロータリーというエンジンなんですけども、おむすびみたいなのがコロコロ転がりながら、エンジンを動かしているというイメージですね。で、その、ロータリーっていうのが、この日本のマツダしか現在、作っておりません。なので、本当に日本の誇る技術っていうのがこの車に詰まっているわけでございます。この車じゃないんですけどね、ロータリー車には詰まっているわけでございますよ。だから、それで優勝してるっていうのがもう初、もう初が2個 ついてきてる感じが、するんですよね。日本車でまず、日本車というか、総合優勝がまず、ちょっと待ってね よしよし、危なかった。総合優勝と、ロータリー、エンジン、
搭載車レシプロ以外の車で優勝ということで、この車すごい、それで知れ渡ったんじゃないかなと思います。さあ、そんなこんなでね3位に上がっておりますが、なかなかこの前の2台これですよ。あ、でもジャガーがちょっと、あ、ごめんなさい、ジャガーがここにいるな、トップはなんだ、あ、な、最近ちょっとね乱暴な運転が多かったんで、視聴者様からですね、ちょっと最近そういうの多いですねっていう風な、ご意見をいただいておりますんで、またね初心に戻って、なるべくこう敵の車に当たらないように、コーナリングもしくは抜いていく、やっていきたいと思います。ただこの車はすごい速いから楽勝だな。これはどちらかというと、この何ですかね、敵車というよりかは、もうあれですね、私のマシンコントロールとの戦いになっておりますね。お、あ、はい、つかみすぎたか。おお、止まった止まった、立派立派、よし、オッケー、危ない。さあ、ラスト1周、ファイナルラップ、おりゃ、だいぶなくなってきてましたね。 OK ですね、早い、早すぎるこいつ。いつもですね、私だいたい車レースするときなんですけど、ワンランク下の車もしくはタイヤを履くんですよね。でまあギリギリのバトルをいつもしてたわけでございますが、まあしてたというか勝手になってたんですけども、今回はですね、まあちょっと PPA がね低い分はあるんですけれども、結構楽ですね戦いがもう最初からこれでやればよかったんだよっていうご意見もあるかもしれませんけど、やっぱね、こうギリギリのバトルも見たいんだよねっていう方もいらっしゃるかと思いますんで、私もね、やっぱこうギリギリのバトルを、するのがね好きなんで、ちょっとそれでやらせていただいたんですけど、今回は楽勝ですね。やっぱこれちょっとやりすぎたかな金に物言わせて、金に物を言わせてやっちゃったなやらかした系ですねこれは。まあいいや、たまにはちょっと圧勝するところもお見せしないとねやばいな。まあモテギは走りになってるから、ここは確実に、トップを取っていきたいところでございますね。で、私はだいたいこういう最後の試験員とかね、ヘアピンでミスをする人なんで、おし、うまく抜けた、うん、大丈夫ですね。もう最後まで目を離さずに、ご覧になれたらなと思います。はい、というわけで、787B やっとね、やっとじゃないなちょっと最初は手こずったんですが、無事撮ることができました。はい、というわけでこんな感じでね、今回からまた、私の実況動画、やらせていただきます。チャンネル登録者数もですね、200名を超えております。ありがとうございます。本当ね、こんなしがない実況プレイではございますけれども、まあ、ぜひとも今後もね、よろしくお願いいたしたいと思います。気になった方もぜひ、チャンネル登録してくださると嬉しく思います。あとですね、これが終わった後に、スーパー GT の300をやっていこうと思っております。現在ですね、カルソニックの GTR で出場してくださいというコメントをいただいております。それ以外でもね、これでやってくれよみたいなのがございましたら、ぜひぜひ、コメント欄に、いただければなと思います。ツイッターの方もやっておりますんで、フォロワーもね、していただければ、そちらの方からでも、募集しておりますんで、ぜひ、よろしくお願いいたします。はい、というわけで、第2戦は来週で、来週じゃないよ、は次回ですね。今回はここで、終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。次回もぜひご覧ください。それでは皆様、良い GT ライフをお送りください。